靴下のれんちゃんのこだわりありますか？いや、あります。ファンの方々知ってる方も多いと思うんですけど、うん、私はあのキャラソックスをね、そうめちゃくちゃ大量に持ってるんですよ。いろんなキャラクターのキャラソックスを必ず履くから、うん、おしゃれなお店とか行って靴を脱ぐと、うん、ああみたいなギャップみたいな感じでポジティブに捉えてる。もしかしてポジティブ？もちろんですよ。だってキャラソはキャラソのね良さがありますから。まあまあまあ、まあ、私は靴下割と脱いじゃうタイプじゃないですかなんであんま締め付けがない感じとか、あのまあ蒸れないとか、そういう履き心地は結構、うん、あの大事にしたいなと。桃たまいも、うん、こう5本指ソックスにこだわってるとか。あの2人は好きね、5本指。ライブの時は大体5本指だったりするよ ね、 ね、メンバーそれぞれの健康ソックスが好きとか。あとやっぱさ、脱げにくいのがいい。そうだね、うん、